ビーバービーバーチューチュー、よろしくお願いします。出演するのかを教えてもらってですね、ぜひ皆さんに私この役で出るから見に来てくださいとアピールしていただきたいと思います。じゃあ萌香ちゃんお願いします。はい、孫悟空の金閣銀閣の弟子古文の青閣っていう役を演じます。なるほど、ですね、皆さん知ってます、金閣銀閣っていう妖怪がいるんですけど、その金閣銀閣の弟子たちがいてですね、みんな虹の七色の、鬼たちがいまして、その中の、一人ですということでございます。続きまして、歌を歌って旅をしている柏姉妹の翔歌です、なんか今回の物語でですね、オリジナルで登場する歌を歌って旅をしている姉妹というのがいました。その中の一人ですね、ハンナちゃん。はい、続きまして、はい、はい、すごい言いづらそうですけど猿なんですけど、猿なんです。それはね、もう孫悟空ですから、はい、猿出てくるでしょう。はい、モン吉ってやつなんですけど、猿で、とっても長生きで、まあ妖怪だったらね、なんか長生きしてるでしょう。孫悟空の、友達みたいな感じの人です、そうですね、孫悟空が岩から生まれるんですけど、孫悟空がで、その岩から生まれた時に最初に出会うお友達ですね。はい、続きまして、はい、役はおバカな、ハイテンション妖怪の、ハイテンション妖怪というジャンルがあるんですね。はい、の、リンレイっていう役です。リンレイという役、で、どうぞ。牛魔王ってご存知ですか？はい、知ってますよ。その牛魔王の手下ですね。
おうほうほう、なんか牛魔王には奥さんがいましてですね、その羅刹っていう奥さんがいるんですけど、その奥さんに仕えているハイテンション妖怪、はい、リンレイということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、続きまして、はい、高外寺という、高外寺、高外寺です、うん、高外寺はですね、うん、男の子なんですけど、男の子演じるんですね、ペイカオちゃんは、はい、で男の子でして、うん、泣いているところを三蔵一行に助けてもらうんですけど、うん、どうも実はみたいな、実はみたいな、これじゃあ物語をね見に来ないとこうね言えないんですね、これから先のことは。あと林麗が自分のその手下に当たります。おっと、なんかちょっとなんか分かりそうな感じですけども、うん、なるほど、じゃあそれは正解はミュージカルを見ていただいて、はい、続きます、はい。